その片岡選手が今日仙台市内の保育施設を訪問、試合会場で寄付された絵本30冊をプレゼントし、読み聞かせを行いました。昔はお客さんを乗せて走っていましたが、今は動物たちと仲良く暮らしています。これは片岡選手が去年から取り組んでいる空飛ぶ絵本プロジェクトで、89ers がホームゲームで勝利した際、児童施設などに絵本をプレゼントする活動です。不要になった絵本を寄贈することで SDGs の一環でもあります。楽しかった、かっこよかった。あの時間はすごく温かいなっていうふうに自分でもすごくパワーをもらえて、あの嬉しい日になりました。時間がある限りは、はい、やりたいなっていうふうに思っています。